ブレイクタイム。はい、どうも、こんにちは、ロクレロです。というわけでね、今回はですね、飛び立つ動物の森で、まあ、バージョンとか関係ないと思うんですけれども、バク転する裏技、あ、はかんじゃんですね、バク転する裏技を紹介していきたいと思います。まあ、こちらは裏技って言っていいのかもわかんないし、知ってる人も結構いると思うんですけれども、まずね、今僕が着てるようなマイデザインの自分で作った服にしてください。そしたら、あとはもう簡単です。もう一回同じ服を身につけるを押すと、バク転ができます。これでおしまいです。はい。で、気をつけることは、同じ服を身につけるにしないと、例えば違う服を身につけると、ほら、服が変わってしまうと不自然なので、同じ服で、こう何回もやる。これはバク転です。はい。まあ、微妙な裏技でしたね。まあ、こういうやり方、通信とかで今からバク転やれて、ういーみたいな。意外と話が盛り上がるんじゃないかなと思います。というわけで皆さんもぜひこちらやってみて。というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。